こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、UCC 陸上自衛隊スーパーサヘリコプターコレクション第4弾を紹介したいと思います。はい、第1弾から第3弾を紹介しました。はい、今回は、じゃじゃーん、おー。はい、戦闘ヘリの AH64D のアパチロングボーイズ。いいですね。おー。陸上自衛隊の今最新のこれ2005年から配備された戦闘ヘリですね。空飛ぶ戦車とも呼ばれています。はい、これも組み立て式です。177/1ですね、スケールは。はい、缶コーヒーのおまけです。昔のですね。はい、ではじゃあ早速開けましょう。はい、ではまず取説ですね。いいですね、かっこいい戦闘ヘリです。または攻撃ヘリですね。 AH64D アパッチロングボー、いいですね。はい、今回第4弾です。はい、米国開発最強のヘリコプターすごいですね。高度な偵察通信能力備えて第一線で活躍してます。いいですね。じゃあ、はい、ではキット出します。はい、じゃじゃーん、アパッチロングボー。はい、攻撃ヘリです。今回もミサイル塗装ですね。いいですね。乗組員は2人ですね。パイロットその、はい、ガンナーというか、まあ、ミサイル発射してる人たちですいいですね。今回これもランディングギアがないです。はい、ではまずメインローターのブレードですね。はい、であとテールローターもあります。はい、テールローターです。で最後はスタンドですね。はい、ではじゃあ今から組み立てたいと思います。はい、じゃじゃーん、陸上自衛隊の戦闘ヘリのアパッチですかっこいい。はい、今回のアパッチいいですね、かっこいいですね。まあ、ランディングギアがないのは残念ですけども、他はよくできてます。綺麗です。迷彩も書いてありますし、造形も模様も結構、細かく再現されてますね。後ろのランディングギアがありますけど前がないはい、はい、はい、陸上自衛隊はアパッチは2005年から運用してます。で現在13機を保有してます。価格が高いのでちょっと足るように購入することができないですね。1機あたりは53億円ですすごいはい、現在のこれ陸上自衛隊は運用しているアパッチは第2世代です。D 型ですね、アパッチ AH64D です。D 型の特徴は、はい、この、面ローターの上にあるそのレーダーですね。これミリ波レーダーです。ロングボウのレーダーです。これによって、敵を周りがよく観察できます、見えます。あとは、2発エンジンですね。こちらに先頭にあるその赤外線とかカメラなどで、夜間でも任務はできます、はい、今回はミサイルとかはないんですけども、本当は、はい、この横のところとか下に機関棒があります。で横のところに、対戦車ミサイルは最大でも16発が、はい、持っていけます。あとロケットランチャーは最大4左右に2個ずつですね。ですから
で、タイ戦車以外も、タイチ以外には、あ、はい、空対空でもミサイルを持っていきます。で、最大4発です。すごい、いろんな任務ができますね。タイチだけじゃなくて、タイ空でも任務がこなせます。おー、いいですね。アパッチです。このアパッチの戦争は、ボインですね、開発は、ボイン社が開発されています。で、はい、初飛行は1991年で、運用開始は96年です。ただ価格が高いので、あんまり生産数が伸びてないですね。496だけですしか作られてないです。あ、ほほほ、いいですね、かっこいい。おー、では、はい、今からターンテーブルで展示します。 UCC 陸上自衛隊スバさんのヘリコプターコレクションの第4弾です。おー、戦闘ヘリのアパッチです。かっこいいですね。では今からプチジュラマで展示します。空のプチジュラマです。おー、今陸上自衛隊の戦闘ヘリ AH64D アパッチが飛行中です。おー、かっこいいですね。以上です。アリチンチャンネルでした。今回は UCC 陸上自衛隊スバさんのヘリコプターコレクションの第4弾を紹介しました。はい、第4弾は、おー、かっこいい。AH64D のアパッチロングボウ、戦闘ヘリですね。いいですね。写真には、ミサイルとかロケットランチャーが入ってます。ついてますね。今回は組み立て式です。スケールは177分の1ですね。おー、はい、ではじゃじゃーん、陸上自衛隊の攻撃ヘリです。おー、2005年から陸上自衛隊で運用してます。ボイン社のヘリコプターですね、攻撃ヘリです。第2世代です。 D 型です。いいですね。おー、クオリティが高いですね。ちょっと、はい、ランディングギアが透けてほしいです。後ろにはあるけどね、前のランディングギアが透けてほしいです。このところですね。おー、本当ここに左右にランディングギアあります。全体的にはかっこいいです。よくできてるスケールモデルですね。模様もすごい細かい模様がしっかり再現されています。おー、塗装も綺麗です。いいですね。おー、かっこいいです。現在陸上自衛隊は13機を運用しています。はい、次回はじゃじゃーん、おー、コブラです。これも戦闘ヘリですね、 H1S です。あー、コブラを紹介したいと思います。はい、ということで、おー、ではチャンネル登録お願いします。またねー、バイバーイ。